車のナンバー占いを始めたいと思いますよろしくお願いいたしますこちらの資料を見ながらあご覧になっていただきたいというふうに思いますでは早速車のナンバー占いを始めたいと思いますこの車のナンバー占いなんですけども車の喫強は車のナンバーで分かりますこの車のナンバーが車の喫強に大きく関係しております 車のナンバーがですね、基地ナンバーだったら開運する車。車のナンバーが今日でしたら、まあ、運勢の悪い車ということになります。で、車のナンバーはあー好きなナンバーに、えー、変えることができますよね、うん。自分で選べることができるわけです、車のナンバーはですね。で、ぜひとも皆さんに開、えー、運する車のナンバーをお知らせしたいと思います。これ、簡単に基地ナンバーを考えることができるんですね。 そのやり方を今からお知らせしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では早速始めたいと思います。この車のナンバーなんですけども、これはあの数例実をもとにしておりますで。数例というのは1から9ありまして、すべての数例を1桁変換した数例に置き換えます。0はない数字 で概要欄にもこちらの資料を載せますので概要欄の資料を見ながらあーお聞き願いたいというふうに思います例えば14なら1桁変換するには1冊4で5になりますですので14の数例は5ということですね練習しましょう。 この数字の吉強は何なのかということなんですけども、この数例なら一桁変換するといくつになるでしょうかもう1たす2たす3たす4たす5ということですね。15です。一桁変換になるまで足し続けます。1たす5は6ということです。ですので、1、2、3、4、5の数例は6ということです。はい、もう一つやってみたいと思います。109。 109の吉祥はどうなるでしょうか、まあ、?109 というふうに思えていただければいいかもしれませんね。この数例なら一桁変換するといくつになるかということなんです。1たす0たす9は10ですね。で、10を一桁変換すると1たす0ということで1になります。109の数例は1ということになります。はい、では、この数字が出た5とか6とか1とか。 一桁変換に置き換えた数字、これの吉祥の見方なんですけども、それがこれから大事になります。この表になりますね。この表は概要欄にも載ってますので、概要欄を見ていただければ結構です。数例実による吉祥判断、数例を基地数から順番に並べます。要は、1から9の吉祥が分かっているので、車ナンバー占いの吉祥ができるということですので、これが肝になります。 これが車のナンバー占いの最重要項目になりますので、簡単ですよね。要は1から9が基地なのか、きなのかが分かればいいわけですから、車のナンバーは本当に簡単にできますので、今回のお話でもう十分できるようになりますので、それを知っていただきたいというふうに思います。1から9を基地数から順番に並べた数字がこの表ですね。53189。3 1 8 9 7、6、2、4基地効果が高い順番から5、3、1、8、9でこの星マークというのは吉凶の境目です7から凶になるということですね7、6、2、4この4が最も凶の度合いが高いということですですので5が特大基地3が大基地1が中基地8が小基地9が半基地ということになります で7が反響、6が小京、2が中京、4が大京ということです。要はですね、53189が基地数、7624というのが共数ということになるわけです。この数例実の吉凶をもとに車ナンバー占いで吉バーにすることができます。要は、これで車のナンバー占いができる、吉凶の判断ができるという、そういうことですね。 結論を言えば、53189の基地数しか現れないようにするということですね。はい。では、ここで車のナンバー占いのポイントを見ていきましょう。まあ、主に3つ、こちらでちょっとご紹介いたします。1、一桁変換数、総数が一番大事ということですね。一桁変換にすると、どの数例になるのか。一桁変換数、総数が基地数でなければ基地ナンバーになりません。 え2つ目のポイント、基地数53189しか出てこないようにします。共通である7624が出てこないのが理想的な基地ナンバーです。3、最初の数字、戦闘ナンバー、末尾の数字、末尾のナンバーが基地数。そうするとですね、さらに基地効果が増します。これがポイントになりますので、これをよく理解していただきたいというふうに思います。で、ポイントはここだけなんですよ。 ですので、早速車のナンバー占いを実践したいと思います。まあ,あ、豊富にですね、今回、実践演習をしたいと思いますので、えー、今回、豊富にこうやっていただく、この実践例を見ていただくだけでもう、あとは自分でできると思いますので、では早速、実践演習をやってみましょう。例えばですね、今回、車のナンバーが3555だった場合、3555だった場合、 この車のナンバー占いはどうやってやるのか、吉凶の判断ですね、どういうふうにするのか、吉なのか、凶なのかということになります。でですね、こういうふうに車のナンバー占いができるということでご紹介すると、先ほど言ったように、一桁変換数、総数がその車のナンバー占いの吉凶になるんですけども、もう少し細かく言うと、4つ数字がありまして、前2つ、後ろ2つですよね。この前の前数字は 用途の吉況、車の用途の吉況、後ろの2つは、えー、乗っている状態の吉況ということになります。で、えー、この4つの数字は、えー、トータルすると、トータルの一桁変換ににして、それが車ナンバー占いの最終的な吉況ということになります。では、早速ね、やってみましょう。前2つが用途ということなんですけど、用途の吉況はいくつになるのか。3、5ですね。3たす5は8。 乗ってる時の状態は、後ろのナンバーなんで55なんで5たす5は10。1桁半間にするから1たす0は1ですよね。で、総数は8と1を足せばいいわけですよね。そうすると9ということです。先ほどのこの表を見てください。えー、概要欄にもあります。出てきた数字。基地数ですよね。はい。見事に53189。この基地数しか出てきません。 用途においても、乗っている時の状態においても、最終的な車の運勢においても、総数である運勢においても、強がないわけです。強数が出てこないということなんで、強の事柄が起こらない、そういう車のナンバーであることがお分かりです。この仕組みが分かれば、自分で車のナンバーがあー基地が揃えることができるということですよね。はい はい、じゃあどん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 やってみたいと思いますので皆さん一緒にやってみましょうえじゃあ例の2番車のナンバー5355だった場合どうなるのか用途は前2つの数字なんで5たす3は8乗ってる時の状態は5たす5これ10で1たす0 1総数は8たす1で97ナンバーですね で、0の1と0の2なんですけども、出てくる数字が同じなんですよ。3555、5355で、ここの前の2つの数字の順番が違うだけで、ですので、そんなに違くないですよね。うん 車のナンバー占いに出てくる数字っていうのは同じになるわけですよ。基地ナンバーなら当然ではなかろうか。使われている数字が同じで、ここと前の数字のナンバーが違うだけで。だから両方とも基地ナンバーでお勧めできるのは当たり前なんですけども、実はここにも吉祥がちょっと関係してるんですよね。うん、より基地効果が高いのは0-2-5355の方なんです。これはなぜなのかというとですね、えー 前と後ろ前と後ろに5の数字が来ているということなんですよで。確かに0の1も基地ナンバーでいいんですけども3と5という数字もいいんですけども5と5の方がよりいいんですよ。それがこの先ほど言ったポイント最初の数字末尾の数字が基地数さらに基地効果が増すということで0の1も0の2も基地数なんですけども。 例の2の方は最初と最後の数字が両方とも5なんでより良い,いということなんです、はい、両方ともお勧めできるんですよ例の1の3555も例の2の5355も両方お勧めできるんですけどもさらに車ナンバー占いを細かくするんでしたら両方とも選べるんだったら例の2がより良い,いということが言えるわけです ちなみに車のナンバーで4が3つでもあれば非常に事故に遭いやすいということなわけですよね。この場合、仮に一桁変換数が奇数でも大共数が3つ出てくるナンバーというのはあまりお勧めできません。確かに一桁変換数が何であるかというのが重要なんですけれどもそれでもできるだけこの共数である、えー、これの数字ですね7624というのはあまり出てこない方がいいんです。 これがあの今日の運を招き寄せる数字ということになりますので、それは言えるわけです。はい、では、どん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 ん続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どんどん,どん,どん分かってくると思います。例の3です。車のナンバー3232。3232 32。このナンバーの車ナンバー占いをしたいと思います。前のナンバーは32ですよね。 ですので3、3たす2は5、特大基地ですね。前は用途を表す、用途の吉凶を表すということで、えー、非常に用途が有効であるということになりますね。で後ろのナンバーも3、サンたす2で5で。後ろのナンバーというのは、運転の状態を表すという,ふうなことですので、運転の状態もいい、非常に快適であるということが言えるわけです。 で総数は5たす5は10で1たす0は1で中基地ですね。はい。まあ非常にいいですね。で、前のナンバーと後ろのナンバーに、この2という数字が使ってあるんですけども、前のナンバーと後ろのナンバーの1桁円換数はそれぞれ5であるということですんで、トータル的にはまあ、基地 基地のの効果の方が強いいでではななかかろうかということとこんです数例にはトラブルに巻き込まれることを表してちょっとその辺がちょこっと問題が起こるかもしれませんけど数例後は物事を解決することを表すということになりますのでそしてしかも総数1は中基地ということですんで、まあ、トータルでいくと基地効果の方が高いということでおすすめできるレベルということになります。 まあ総評すると多くのトラブルに関わってしまい、この車が行って解決する車ではなかろうかということですね。 面倒を見たりトラブル処理に回らざるを得ない車、これは2が使われているので、しかし、吉祥、も駒もいろいろありますが、最終的には解決するので、総合的に基地の車のナンバーということを言えます。この数例2が2ではなくて、基地数だったら、よりきょのことが起きないということなんですけども、ここで2の数字が使われているので、ちょこっとこうトラブルの層なんで、そこだけちょっと悪いことが起こるかなというふうに思います。ただ最終的にはあ基地でであるとということなんで、えー喫強 今日基地ナンバーをおすすめする。今日のナンバーをおすすめできないということでしたら、一挙、こもこもですけど、基地効果の方が強いので、おすすめできるナンバーというふうにお伝えいたします。どんどんいきましょう。こういうのはですね、もう実践問題をやればやるほど実力がつきますので、どんどん分かってきますので、じゃあもう一ついきますね。例の4、車のナンバー。1155。 1155だったらどうなるのか前のナンバーは111たす 1, 1は2で中京ということです。用途は中京ですね。あまり効果的に活用できないということですね。後ろのナンバーは555たす 5, 5は101たす0は1で中棋士ですで。総数はというと2たす1で3で大棋士になります。まあ、こういうケースが多いですよね。吉居こもごもが多いと思います。 要はもう全部今日で大強全部基地数ばっかりの大基地っていうのは確率的に少ないと思います。吉こもごもの要素が多いいと思いますそういうナンバーが多いと思いますのでその場合は、今日こもごもだけども今日の効果が高いのか。 基地の効果が高いのかっていうことですね、よりどっちなのか。で、今日の効果の方がより高い場合はお勧めできない。基地の効果がより高い場合はお勧めできるというふうに判断しております。そうするとどうなるのかっていうとですね、なんて言ったって、えまあ、前が中京で、後ろのナンバーが 中吉で総数が大吉ということなんで、吉居、こもごもで最終的には基地なんでお勧めできるということになるわけです。で、総評すると、前のナンバーは車の運を表し、2は中京なんで接触事故などのトラブルの可能性があるということですよね。はい、で、後ろのナンバーはあ運転時にの時の運勢ということを表しております。 こちらで、すよ、ねはいでえー、中基地ですので快適な運転状況を予想できますということになります。で、総数は車所有者の運なわけですよ。で、総数は車所有者の運なんで、えー、3で大基地、これは活気がわき活動力、行動力が上がります。前のナンバーが2、後ろのナンバーが1。 総数、1桁変換数が3ということで、総数である1桁変換数が一番重要なので、総合的には基地ナンバーでお勧めできます。しかし、マイナンバーも基地数になった方がこれ2ですね。これがちょっと気になりますね。より基地効果ができるということを知っていただきたいというふうに思います。はい、では次いきましょう。次です。例の5ですね。例の5について解説いたします。え車のナンバー2436。 2436はどうなのかということですね。はい。前のナンバーが24ですね。はい。で、2たす4は6で、小去ということになります。で、後ろのナンバーが36、3たす6で9。こちらが半吉ということになります。総数は6たす9の15、1たす5は6で、6は小去ということになります。はい。 でこの吉祥に関してなんですけども、一番重要な数字、それが総数ということですよね、こちらの総数。前があ前のナンバーは用途の吉祥、後ろのナンバーは運転している時の 吉凶で総数というのが、トータルの車のナンバー占いとしての結論ということになりますので、一、えー、番の判断は総数になりますので、6が消去ということになります。このね、6なんですから、数例率で言うとちょっと解説すると消去で浮き沈みのね。非常に激しい運勢なんですよね。はいですので、ちょっと強硬化がちょっと強いかなというのがあります。しかも使ってる。数字24。36のうち。 2と4と6の3つが共通、共通がナンバーが3つあるということなので、いろいろなトラブルが起きる可能性があります。これは基地ナンバーにはなりませんね。共ナンバーということになりますので、えおすすめできません。で次です。次、例の6です。車のナンバー、8444。8444の車のナンバーを占いをしたいと思います。 えー、車のナンバー84、前のナンバーの84なんですけども、8たす4は12、1たす2は3で、こちらが大吉です。後ろのナンバーが44、4たす4は8で、小吉ということですね。はい、用途は大吉でいいんです。で乗っている状態も小吉で悪くないんですけども、総数である、 3たす8が11たす 1, 1で2になって中京になってしまいます。で総数が最も大事で車のナンバー占いの結論ということになります。前のナンバーが3で大吉、後ろのナンバーが8で小吉なんですけども総数が中京であるということなんでこれは基地ナンバーとは言えませんね。はい、一番重要な1桁変換数がですね、共数なのでおすすめできません。 そして何て言ったって8444、これお気づきだと思うんですけども、共通、大共通の4を3つ使っている時点でもうお勧めできないということになります。今日の車のナンバーということになってしまいます。こちらはちょっとお勧めできません。はい。 例の7に行きますもうどん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 んコツをつかんでいくともう分かるかなというふうに思いますのでいかがでしょうか皆さんもだん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 あ自分でできるかなというふうに、えー、思いやれたんじゃなかろうかというふうに思います。どん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 練習したいと思いますね。よりあの確実に理解できると思いますので、0、はい、の7の車のナンバー占いを行います。5905です。5905。前のナンバーが59。5たす9は イコール14、1たす4は5で特大基地ということになります。後ろのナンバーが0、5、0たす5は5で特大基地ということになります。総数は5たす5で10、1たす0は1で中基地ですね。前のナンバー、用途、特大基地で用途合ってる、生かされてる、後ろのナンバー、特大基地、運転状態が非常にいい、総数が中基地ということで、車のナンバー自体も、 トータル数もいいということなんで、非常にこれは基地効果の高いナンバーと言えるのではなかろうかというふうに思います。ナンバーで使っている数字は全つくすべて、えー、基地数ですね。はい、で0は喫境な,ない、ありませんので、うん、05の場合は5ということになりますので、非常にいいですね。前のナンバー、後ろのナンバー、そう一桁変換数、すべてにおいて基地数です。 で、えー、先頭ナンバーと松見ナンバーも両方とも5なんで、守り、ガードも固い、えー、車も守られているということになります。基地効果が非常に高い車のナンバーでも大基地ナンバーと言えるのではなかろうか、おすすめできるナンバーというふうになります。はい、次行きましょう。次、例の8です。例の8ですね。車のナンバー。もう一桁で5。5だけですね。5。 うん、この場合はどういうふうに車のナンバーを占いしていくのかというそういう実践例になりますね。前のナンバーがないんですよ。うん、な,いでない場合はどうなるのかというと数字がない場合仮ナンバー1を置くんですよ。そうすると前が1でここは中吉ということになります。用途は中吉です。用途は生かされているということですね。活用でできて,ていいるととうことです 後ろのナンバーはこれ5だけですね。5は特大基地、運転状態はとてもいい、乗り心地はとてもいい、快適であるということです。じゃあ、総数はどうなのかっていうと、これ、前のナンバー、ないのに仮数字として1と置いてるんですけど、実際はないですので、数字ないです。だから総数はどうなるのかっていうと、5しかないですよね。そうすると5で特大基地ということなんです。仮ナンバー実際にないので、総数には含まれないということなんです。 でですすよそうなんですこれは非常にいいですね。で5はちなみに落ち込んだ時もいい気分転換になり運勢が上がるそういう数例なんですね。で1桁総数を計算する場合仮ナンバーは実際にはない数字なので5のみなんですね。これはちょっとポイントなんでもう一度ちょっと言わさせていただきました。総合的に言って大吉ナンバーということですね。これも非常におすすめできるナンバーですので。 うん、今回ご紹介いたしましたでは次9に例の9に行きたいというふうに思います、えー、車のナンバー39953995前のナンバーが393たす9は121たす2は3で大吉後ろのナンバー95 9たす5は14、1たす4は5で特大基地ということで、総数は3たす5で8で小基地ということになります。もう皆さん、ここまで来るともうお分かりになると思います。使われている数字である3995は全て基地数ということですね。で、前のナンバーは3で基地数、後ろのナンバーは5で基地数、トータルの1桁変換数は8で基地数ということで、 どこを切っても基地数しか出てきません。共数がなく、教授、不幸、災いなどが起きる層がありません。基地効果の高い、これもお勧めできる大基地ナンバーということになります。よろしいですね。この辺はもうご理解いただいているかなというふうに思います。では、例の10いきます。車のナンバー3412。前のナンバーが34。3たす4は7で反響。後ろのナンバー12。 1たす2は3で大吉ということになります。総数は7たす3で10、1たす0は1で中吉ということです。前のナンバー、これは7で反響なんです。不安定な運勢で、いい時はいいんですけど、悪い時は悪いという、そういう意味があるんです。7は変化数なんで、いいときと悪いときが非常にはっきりしてるんですよ。いい時はあるんですけど、悪い時もあるんですよ。そこがちょっと不安定なんで、吉にはなりきれないです。 しかしですね、後ろのナンバーである、まあ、運転時の運が3で大吉なんですよね、ここが良さなんです。で、一番重要な1桁総数がですね、1で中吉である点を総合的に考えると、まょ、あ、うのい部分もあるんですけども、強作用より基地作用が上回り、トータルでは基地ナンバーとなります。おすすめできるレベルの車のナンバーです。これも10日でかん、えー トータルで考えると、吉居こもゴもなんですけど、その吉居のこもゴもの中でも、基地効果の方が高いということで、今回はごあのお勧めできるというふうにいたします。多くが吉居こもゴものナンバーだと思いますので、より基地効果が高いのか、強効果が高いのかっていう判断の練習にもなりますね。今回の例は。例の11です。車のナンバー2004。2004。はい。前のナンバーは、 えー、2たす 0, 0で2で中強後ろのナンバーは04、0たす4は4で大強総数は2たす4で6で小強ということになります、はい。これももう分かりですね、前のナンバー、後ろのナンバー、一桁総数、いずれも強数なんですよ。強作用が強く、ですね事故や何らかのトラブルを招く可能性があります。 そもそもとして車の活用度が低く使わない車、意味のない車になってしまうかもしれません。これ、強ナンバーですよね。強ナンバー。機種の要素がないですよね。もう強ナンバーでおすすめできませんということになります。はい、次です。次、例の12。これが最後の例題になります。車のナンバー。今度、一桁で8ですね。8だとどうなるのかということです。前のナンバーはないです。 前のナンバーがないということは仮ナンバー1を置くということで中吉になります。後ろのナンバーは8です。8は小吉。実際、数字は8しかありません。仮ナンバーは総数には使いませんので、8ということになります。8は基地数の小吉ですね。はいえー、ここでポイントをもう一度整理します。数字がない場合は仮ナンバーを置いて考えます。 総数の場合は実際にはない数字なので考えません。総数は8で8の基地効果がそのまま出ると思います。基地ナンバーでおすすめできます。8という意味なんですけど、今日から基地へ転嫁するという意味がありますので、なんか8のこのナンバーだったら嫌なことがあったら忘れるとか、いい気分転換になるとかっていう、そういう基地効果があるのではないかというふうに思います。えー、では、例ですね。今回12の例。 たくさんやりましたね。12の例をもってご紹介いたしました。ここまでやるとですね、車のナンバーの基礎ができたのではないかというふうに思います。一番大事なのをもう一度解説いたします。数例術による吉祥判断ですね。53189が基地数、7624が共数ということです。ですので、えー、ポ,イントポイントは、53189しか出てこないようにする。 7624の共数が出てこないようにするで、両方数字があったら、より基地効果が高いのはどっちなのか、この基地効果が高いポイントになってくるのが、1桁変換数がどっちなのかということになります。で最初の数字 末尾の数字が基地数であるというのがさらに基地効果を増すというポイントになりますのでこういうポイントを見ながらあー車のナンバー占いをしていただくといいかと思います。皆さんお分かかりににななったのではないかといとう,ふうに 思いますえもしですねご不明な点とかありましたらあコメント欄にあの質問していただいて結構ですので何かわからないことがございましたら何な,なりとおコメント欄に、えー、質問してください、えー。決してあの難しい占いではなく、えー、簡単にできる占いで,でしかもあの効果が高いんですね。 効果の高い占いでもありますので、ぜひとも活用していただきたいというふうに思います。基、え、地、ー、ナンバーの車をナンバーにしていただいて、えー、大開運していただきたいと思います。快適なドライブですね。はい、もう車はですね、もう愛用者として、えー、もう存分に開運効果がありますので、うん、大基地ナンバーで大開運しましょう。その大基地ナンバーの付け方をお知らせいたしました。 では皆様開運してください。うん、いやさか。